はい、よろしくお願いします、はい、こんばんはよろしくお願いします8時になりましたのでライブの方を始めたいなというふうに思いますえー、四日塾の方でねえ、オンラインサロンのメンバーの方々がいろいろなスキルもありますのでまあ、10月にもうすぐね節入るというところで10月をねどういうふうに乗り越えていけるかなというまあ、開運の情報を今日は皆さんに おお伝えでできたらなとといいいうふうに思ってりりまますすはい、ではごご参加の皆さんありがとうございますチャットの方にですねなんかもう今こんなもやもやがあるのよとかっていうような方もねあるかもしれませんのでもう理想が10だとしてね今だいたい1ぐらいだなとか気分はもう3ぐらいだなとかもう全然10マックスですよとかってあると思うので自分のねどのぐらいですよっていうのを入れていただけますでしょうか。ね、はい あのそれぞれの皆さん方の状況をねちょっとお聞かせいただいて9月ね、ねかなりネガティブが襲ってきたと思うんですよ。もうちゃんももすすすごかったででよね、うん、かったですね, <laughs> ねもうだからだんだんなんか本当にこうどんどん自分が孤独になっていっちゃうというかあのだん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 こうできていることよりもできていない方とかっていう風に目がいっちゃうというかねいつにないネガティブっていうのが襲ってきてたよねうんそうですね。 そうそうだからねやっぱりなんかあのタイミングがあるというかこのすごくいい時ももちろんあるんだけれどもやっぱり自分の中にねそうやってネガティブなものがこう湧いてきちゃった時に別にネガティブが悪いわけではないんだけれどもそれはそれなりの光がすごく浴びて <laughs> 誰かしてください。すすいまません、えっと、ででききるかできます おごめんなさいだ、どなたなのかがちょっとわからないので、れ、はい、すみません、えっと、ネガティブなものが悪いわけでは全然なくて、えっと、ネガティブがあのー、本当に本来だったら宝物なんだけれども、ね、自分の感情の今までの 思い込みとかを手放す時だったりとかもううう最最後の最後のっていうよような感じでで来るんですよだからもうね、まゆちゃんも本当に最後の最後っていう感じでもう,もう全部やめるってうぐらいになりましたもんね。うん、ヒーリングももうチャネルリングもカドリーでも全部やめるぐらいな感じ。もうだからネガティブって生き出したらもう本当に一人になるような感じにどん,どん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 いってしまうっていうようなね。ねそうですね。うん、あ加藤さんからも来ています。はい、チャットの方ね。 はい、ネガティブを頑張って変換するのに必死でしたというのがあります。はいいありがとうございます皆さんもどうでしたでしょうかそういう状況があったでしょうか。なので、まあ、今日はね10月本当にあの10月は9月よりももっとネガティブが襲ってくるっていうようなところがあるんですよ。でそれだけこう暗いっていうのは、まあ、気学を学んでいる方は時刻っていう2つも黒いっていうのは一番昼間の明るいところ。 とといううこここななのですすごくく明かかりりがががああるるらそ影暗ってろますよねもうあの曇りの日なんかは影はほとんどないのでなので人生の中においてもすっごく今応援があるんですよとか太陽の光があるんですよっていった時にあなたをもっと成長させるためにっていうことで、あのー、そういうものが、あのーまあ、与えられるというかね神様のお手配的に来るんですけれどもその中にある人はもう本当にね あの抜け出すの必死なので、まあ、どなたかに相談したりとか誰かがこう引き上げてくれるとか、ね、いろいろな方法があると思うので、えー、そこをねちょっとあの今日は皆さんがそういうふうだよっていう状況であればぜひここでもやもやを解消していただきたいなというふうに思っているわけなんですよね。はいでは、えー、とどんな感じで映ってるのかな今 スポットライトには2人私たち2人が映ってるっていうような感じですかうんそうなこ、ね、に映ってますかす、ね、はいはいえー、っと NW さんからいつも心穏やかで痛い,いのにキーキー言ってばかりいてそんな自分に落ち込んでいましたわかります本当は穏やかで痛い,いし、うん、怒りたくないしだけどこれもやらなきゃいけないあれもやらなきゃいけないって言ってちょっと気持ちが焦っている時は どうしてもこう感情にムラがあってで自分を責めてしまうんですよね,ねせっかく勉強してるんだからもっとご機嫌でいたいしねニコニコ笑っていたいっていう風なのにいつもそんな風にはできないっていうところありますよねはい停滞の横ばいのままですっていうね,ね美香さんでも動きたいという気持ちとの狭間に揺れていますそうなんですみんなね動きたいなっていう気持ちがねちょうどね出てきている頃だと思うんですけど動きたいのに やり方わかんないとか動きたいのになんか他のことにとかっていうふうにして気持ちがねあのー 行ったり来たりってなっています。佳代さん、思い込みからジャッジしたりと見方を間違っていました。はい、そういうとこありますよね。なんか自分の中に制限を加えてしまうんですよね。私のなんか表現の仕方がまずかったのかなとかっていう風うにね。思ったりするんだけども、表現の仕方のように限定して考えてしまうと、それ以外の見方が見れなくなってしまったりっていう風うで見方を間違っていましたってね。でも佳代さんすごいですね。自分で気がついたっていうことですね。ちょうど今落ち込んでいます。ありがとうございます。<laughs> もう素晴らしい皆さん、本当に、うん、あの V 字理論っていうか U 字理論というかこうずーっと落ちたらねもうあとは上がるしかないっていうそういう理論があるんですね。 なので今日は本当にそういう方たちと一緒にねえと上空に飛び立とうという幸せのね直行便に乗り換えるなら鹿塾ってあるようにもう通り道したりとかあっちの寄り道したりとかがなくてもう直行便ですって乗ったらさっと行けるっていうふうにしてもうね10年かかってとかっていうところをもう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでパッと変換したいですよね。なので今日はそんなことでえーホーリーマユさんをお呼びしておりますので。 是非ともここでねちょっと質問して聞いていただいて解決していってもらえたらなと思います。では最初の質問です。ミカさんは、えー、とここでお話ししてもいいよっていう感じですか あはい大丈夫ですあ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの画面は出さない方がいいんですよね。とりあえずえ<っ>あのお声だけで。あのどうしますか。Facebook に流れたり YouTube に流れてもいいようだったらあれだし、ちょっとっていうふうだったらビデオオフのままでお声だけでももちろん。じゃあ声だけでやらせていただきます。はいわ、はい、かりました。しよろしくお願いします。お願いします。はいはい、はい、ではえっ、ー、と今日のねカードをまゆちゃんが見てくれるんですけれども。はい どんなことちえっとですね、はい、あのちょっと年末に勤、えー、務形態が変わるということでいろんな意味でこうあの、まあ、要するに、えーまああれですね、収入とかも、まあ、減少していくっていう現状が今、うん、えと決まってきました。で、えー、と今までと同じような,なんか仕事の捉え方というよりもなんかこう何だろう何かこう 今のままでいいいんだろうかふふつふつこう湧ててきてる部分がありまも言われたことをやるというよりも先に見越して動きたいっていう気持ちもあるんですけど現状ちょっとやっぱりあの上司が変わったのもあって枠にはめられる感じが出てるなっていうのを自分の肌で感じてます。うん、で、えーとま、だただまあ、えー、と,とりあえずこの1年ぐらいは継続してやっていきたいと思いつつもちょっとまだ体が軽やかな感じではないという状態があります。 でまあ、それとは別に、えー、と新たな楽しみが2つあの出てきまして、まあ、企画もそうなんですけどつちょっとと体験をしたことがあります、はい、で挑戦してみたいって急にちょっと思ってあの体験を2件、はい、2> あの報道してみたんですけども結局その自分が軽やかじゃないけれども動いてるでそれは自分の声を聞いて動いたりとかしてるんですけど現実,その現実を見るとやっぱりこう生活をしていく糧というものが必要なので。 ここんなことしてていいのみたいな、えっと、そういうその、えー、気持ちも湧いてきてるだから、えー、アクセルも踏みたいけどブレーキも踏んでるっていう状態でで私は時刻なんですけども、まあ、先生の,の YouTube 拝見した時時刻はすごく忙しくなるわよねっていうような動画を拝見していやいや私そういうふうに今してないなっていうのもあってなんかそれを聞いてしまうとちょっと焦りも出てきてしまっていいんだろうかこのままでいやいやいや,いやよくないよ もっと動きたいよっていう感じのえー、っとすごく心が揺れてて落ち着かない状態です今はいはいただやりたいと思ってることが出てきてるので、うん、あのやりたいっていう気持ちを正直にあの出したもののまあなんかこうイベントとか講座とかやっていきたいなっていうのは思ってますはいイベントとか講座をやっていきたいという、はい、まあ今 気持ちがいいていてあと勉強もですねあのやってみたいっていうその、まあ、体験は本当全くこれとはまた別のものなんですけども、まあ、気学もそうなんですけどあの語学とあとは、えー、とゴスペルをちょっと行ってみたんですけれども、うん、あの面白いなって思って、まあ、以前やってたのをちょっとやめてしまってたので、まあ、それを復活した形ではあるんですけども。 なんかそういうものも新たに入れていきたいと思うつ,つそんなことしていいのかい収入が減るのにみたいな,なんか行ったり来たり行ったり来たりみたいな感じの今状況ですなるほどそうすると今はここでちょっと聞いてみたいなっていうのはそ、はい、うやってゴスペルだなんだってこれやりたいの、はい、そうそう,そう浮かれてる場合じゃないだろうっていう浮かれてる場合じゃないだろうっていうふう,う風だから諦めた方がいいのかやった方がいいのか っっっててていいうう感感じじのところでで迷るすか、うん、それもあるし講座、まあ、もそうですね今のこの時期今年中はちょっと静かめにあのまあ着実にその基盤を作っていく時期でもあるのかなっていうのを志賀、まあ、先生の話も聞いてたので、うん、なのでこうあえてこうバンバンやるよりも静かにちょっと落ち着きながら、うんえー、やった方がいいのかどうかっていうのが迷いが生じてます。 ただやっぱりさすがにや,やってみたいなっていう気持ちがやっと出てきたのでそれをなしにするのはちょっともったいないなっていうふうに自分で思ってるので。はいうん、なるほど。はい、ただアクセルとブレーキですね。まさにね今日いちゃんに聞いてみたいっていうところですよね。はいとちゃんどういうふうな感じでこれカードを見れるかちょっと。 えっと、それは今やられているお仕事を続けながらやりたいっていうことですよね。はいうん、そうですねここ,ここ1年、まだやめる決断はしてないので、一応もう1年の契約は、契約書が来てるので、まあ、それをちょっと明日提出しようと思ってるんですけども、はい、継続はしていく予定ですけれども。 その後1年後また継続ができるかどうかっていうのは非常に難しい問題になってくるのかなっていうふうに思ってもいますしその間にまあ形として自分がやりたいことであの講座とかイベントとかそういうものでやっていけたらいいなっていうのがそろそろやっぱり晩年運でもあるのでタイミング的には準備していきたいなっていう気持ちが大きいです。うん、どうやって聞こう 今の仕事は続けながら、まあ、あのもうちょっと延長っていうことは難しいだろうからそれを今度あの1年後にはやめた時には今勉強していることで、はい、食べていけるようになりたいとそう,、はい、うところがあるで、ね、でここはまあ準備っていうようなことで始めるにあたって、はい、まあ最優先としてやるのはイベントとかそういう鑑定とかっていうものをもう動き出してもいいのかどうか、はい、あるいは まあそのあの勉強のみにしておく方がいいのか、まあ、あるいはもうゴスペルのようにいろいろとね、うん、なんかまたあの別のことにもあの手を広げていいのかどうかそういった考えがいろいろとぐるぐるしているっていう状況だってはいおっしゃる通りですはい、ねはい、おっしゃる通りですそれぞれで多分弾いた方がいいですねいいですかねじゃあそれぞれでちょっと弾いてみましょう、はい、ありがとうございますはいえっとそうするとじゃあえっと 講座なんかもう講座とかの用意をね、はい、と週末とかはあの時間のあるときにはイベントとかももうそろそろやり始めておいた方がいいんじゃないのっていうところに関してはどうでしょうかあそうですね。10番ですね。はい、えっと、メッセージとしては、はいえっと、そのまま ええー、着実に進まれたらいいと思います。着実に、うん、進むです。あの、うん、あの、なんていうの急がず。急がず、慌てず、うん。確実に一歩一歩っていう感じですね。すっ飛ばさない感じ。はい。うんですね。で、本当それこそ基盤っていう感じだと思います。基盤。あ基盤。セミナーとか、そういうのをやっていくための基盤作り。はい はい、の活動をされたらいいいと思います活動してみる。ただ大きく動かないということですね。そうですね、コツコツ、うん、でも、とりあえずやってみるっていう感じ、ね、やるのはやったほうがいいです。やるのはやったほうがいいです。や分かりました。はい、では今はほんとこう,こう,こういくときの,こ,のこ,こ,ここの段階。うん、うん 飛躍するちょっと手前ぐらいのところ、うん、手前です。ねなので、まあ、このカードはガイダンスっていうガイダンス、うん、かカードなんですけれども舞、はいえーま、ちゃんが言うにはその飛躍するちょっと手前のところなので、はいはい、そんな今すぐにだーとかっていう感じでたくさん動き回るよりは基盤作り。 というようなところをあの、うん、しっかりやっていけば一歩一歩道はね先に導いてさかれているのでその道しるべが先にあるっていうことはもう分かってますよっていうことで、まあ、その流れに沿っていけばいいんじゃないでしょうかっていうハードになっていくのかなと思いますね。ありがとうございます、はい なのでどうでしょう、ここで、えーとまあ、勉強してるだけっていうことよりは、もう実践としてイベントとか講座とか、なんかそういうような感じの準備はしてもいいっていう感じですか、まゆちゃん。イベントはまだっていう感じですね。イベントはまだっていう感じですか。かそ,のその前のこのだろう自分の中の引き出し作りをすごくたくさんやるといいと思います。うん いざイ,イベントとかっていう風になった時に、うん、そんな遠い先じゃないんですけどイベント、今、うん、今すぐイベントっていうそういう段階ではないっていうか、うん、まだそれより、うん、今はその引き出し作りすごいたくさんこう、うん、どんな角度からでもこう出せるようなのをたくさん今作っておくといいですね,いいですね。なるほど。まあ企画的に見ても、うん、まあこの10月は、えー、時刻破壊がついていて。 で1月には天道がついて西に行くので、まあ、この辺りぐらいから本当になんかちょっと楽しく、まあ、ゴスペルにしてもイベントにしても活動してもいいんじゃないかなとそうじゃないと今から動かなきゃってなると気持ちばっかり焦ってしまっても。 なんかちょっと目標のようにはいかないとか何かっていうあの邪魔が入るじゃないけどうまくね進むにっていうところがあるので2ヶ月間ぐらいはなんかちょっとあの基盤作りっていうところでまだどっしりと構えていても全然大丈夫かもしれないっていうねサインが。 とてもいいとはい方向性はすごくいいと思います方向性はすごくいいっていうことなのでイベントやったりとか<っ>あのゴスペルなんかはどうでしょうかっていうことでしたけれどもゴスペルちょっと待ってくださいねはいゴスペルとあとあれですね語学をちょっと今勉強しようと思ってるんですじゃあゴスペル先に聞きます、ね、あ,ありがとうございますゴスペルどういう形でやろうと思われてるんですかね教 通がいやいやお教室があってそこにあただ行ってあの練習してるんですね。ただ本当にあのこの間一回行っただけなのであのすぐにあのそこで参加してというよりも本当にあのまだまだ全然あただ本当にあの合唱隊みたいな感じですね。もうバッチリですねハピネスバッチリハピのカードハピネス何番ですか？二十二番二十二番もう楽しんでやられたらいいと思います。素晴らしいです。もうそのままそ うん、で本当に、えー、とこのやっぱりですね、えー、10月はですね 3,、はい、と3匹が中級の時なんですね。はい、なので3匹っていうのは音音楽っていうような意味があります。 ですから、はい、こうしたその音楽とかゴスペルとかって言って声を出したりとか神様を讃えるとかねそういう風にして、うん、あのやることっていうのは、まあ、3匹のことになるのですごく運気が良くなるので、うん、まあそのご機嫌になるというか実際にはその、えー、と共有画面でガイダンスの方をちょっとまたちょっと変えますけれども、えー、今出ているハピネスの方のカードですね。うん、やっぱり落ち込んだ時にはもう大きな声を出す もう大きな声で歌うっていうものはすごく、うん、あのいいのでこれはもう全員に言えることです今日ねご覧になってくださっている方全員が10月歌を歌うとかね、うん、もうすごくいいのでハピネスのカードが出ていますので、うんね、ぜひぜひあの、うん、行かれて気分をあ,あの上げ上げにしていただければというふうに思います。ああ、うん、いいありりががとととううごござざいいいまますすす、はい、語,語学ですねはい ちょっと今まで自分では全くそのえっ、ー、とやってなかった語学なので、うんうん、そう音から拾って何回も聞いてるうちに覚えてきてしまって面白いと思ってなんかちょっとやってみようかなっていうふうに思ったんですよね。うん、はい。まえちゃん出ましたかカードは？はいええ三十一番ですね。三十一番。はい。はい。これ。 この語学はいずれどうに何かしようとか思われてますうんまあえっ、ー、とーそうですねまあ仕事に生かせたらいいなっていうふうにふと思ってたんですけど<ー>そ,れそれよりも前にとりあえずその、うん、会話ができるようになりたいなっていう意思、うん、の疎通ができるようにっていうふうに、あのー、はいえっ、ー、とお仕事にはちょっと向いてないかもしれないです。<laughs> そうですかかわりました <laughs> <laughs> ただあのいや、楽しんでやられる分には全然いいと思いますね。うん、ただ、これ、今現在の,あの、えー、流れから行くとっていうことなので、今,、えー、えと今3枚引いた中ではその、えー、一番最初のやつが一番スムーズにいくかなと思うんですけど、でゴスペルはまあ楽しみながら、本当、うん、やられたらいいと思うで、これは、えーとそうですね、ちょっと,お,ょっとお,お仕事っていうのにはちょっと今は、うん。 よも,とも,もともとその仕事というよりもドラマを見てそれで、まあ、その音を聞いてっていうことでそのドラマを4回ぐらい繰り返して4クール聞いてるうちに音を覚えてきてるのでこれも楽しみの一つなので、うんはい、なのであの仕事にっていう、うん、絡ませようと思えばできることは今の職場でできるんですけど。

あの習得っていうのは、まあ、私も今ずっと韓国ドラマにハマってますけれども,、はい、もう日常が、ね、韓国語で出ちゃうんですよ、ね、<laughs> 子どもとかにねこうやって言う時なんかでもそうなんですけどだから耳から入っていって赤ちゃんがもうどん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 それを浴びてそれがもう自然に喋れるようになるってたまれば絶対にね溢れて出てくるようになるのでそうするとね豊かになります人とのコミュニケーションとかいろんな国の文化がねあのどんどん入ってきて違いが豊かさなんだなっていうことに気づいていけると思うので。 人間的な枠は広がっていくので、はい、もちろんねあのいろいろなところで何かあの仕事に直接これを仕事にするではないかもしれないけれどもそれによってつながりが増えていくっていうことはもう大いにね、はい、考えられると思います。インンスピレーーションという、ね、カードが、うん 得ておりますので生活,生活で使う分には全然大丈夫、はい、大丈夫ってことですめね。ほ <laughs> ん、ねうん、本当にどん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 もういくつになっても新しいチャレンジをしたいっていう<ー>この若々しい感じが本当にねあのいいと思います気持ちにしても何にしてもそうですけれどもどうしようかな行動ができないなっていうふうでもあの今すぐに変われるものは気分ですから。 ね、なんかそうやってドラマを4回も見てーわーって言って、あのいい気分になるであるとか、ゴ <laughs> スペルに行って声でね。こう歌ってみるとか、そういう風にして気分が上がると、そこの気分が上がったところに引き寄せられて、事象がどん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 できてきますので、動いていないものが動きが出てきます。はい、この器学は行動の学問になっているので、はい、動かないな。どうかなって言って悶々としている時にはもう動いてしまう方がいい。でも今のようにね。動きにしてもこれもこれもあれもこれもってなると。と 迷ってしまうしう焦ってしまうっていう時にこうしたまあ、はい、カードリーディングのように順番どうしたらいいの今どうしたらいいのもうちょっと後なの、はい、とかねタイミングがわかると思いますのではいぜひ,ぜひ活用してみてくださいありがとうございますありがとうございましたありがとうございます素晴らしいご質問いただきましたありがとうございました、ね、あのまいちゃんがねカードのリーディングをこうねしていくよっていうことでえっと実は えーま、ゆちゃん今度、クラブハウスの方で番組をね、立ち上げることにしたんですよね。はい。ううん。うん。えっと、日曜日の夜、えって、とえーはいう、えー。10月9日の8時から、はいはい、夜8時か、20時からですね、30分か、あじゃあじゃは、21時からの21時から30分か。 時まあ毎週あのスタートするよっていうようなことなので毎週毎週日曜日にクラブハウスねあのもしあのクラブハウスっていうのは今もうどなたでも入って。 あの見ることができますし <laughs> 録音もありますのでねあのでもせっかくだったらご自身の見ていただく方がいいかなというふうに思いますのであのぜひ、えー、と参加できる方はね参加していただければなというふうに思っております、えー、とカードリーディングの方の、えー、とクラブハウスはこちらですっていうようなものを今ねちょうど立ち上げようかなというふうに思って共有画面を、えー、ちょっと。 共有にこちらの方でさせていただくとこちらですこんな感じでねカードリーディングはあなたの魂からのメッセージをお届けしますという方が出ていますそしてえっ、ー、と今回えっ、ー、とまゆちゃんが今日ね時間がなかったのでえっ、ー、と皆さんにあの見ていただくあの質問をねあの聞いてっていうのが今度の日曜日もできますけれどもあの ぜひとも自分のなんか見てほしいっていう方がいらっしゃるかなというのはありますので、まいちゃんの方から、まあ、通常はあのカードリーディング聞きたい放題15分で何枚でも 5,000円という感じで今やられているんですがまゆちゃんが今日はもうキャンペーンでこれをねご覧になっている方には30分でもう何枚でも引きますよと、ね、今のようにゴスペルですかとか、ね、韓国語ですか英語ですかとかねもういろいろとこう迷っていたらどっちがいいんだろうっていうのはあると思いますのでもうあの15分とは言わず30分間何枚でももう引って、あのー、見て、えー、皆さんにね あのセッションしますよというのが3000円ということをあのキャンペーンでやっていただけるということでしたので、ぜひ LINE 公式の方からね、まえちゃんの LINE 公式の方からあのお申し込みいただくか、今、ここでチャットでね、申し込みたいですっていうふうだったら、今申し込んでいただければ、どんどん今月のね空いたところからっていうふうであのお入りいただくこともできます。録画でご覧になる方も、もちろんあの録画の方で。 えー、ご参加いただいた方もこのキャンペーンは有効ですので10月の30日までですねこのクラブハウスでの,、ね、あの番組を記念してというようなことで、えー、このキャンペーンをやっておりますので LINE 公式の方ですねこの QR コードの方を読み取っていただいて LINE 公式の方からスケジュールのやり取りをしていただいてね、予約をしていただければというふうに思います。非常にもうあの通常だったらね、15分で5000円というようなものを、30分で3000円ということで、うんあの、本当に先着何名様ぐらいな感じですね、お忙しいので、えー、あのその中で。 あのやりますということですから、今すぐにでもね、もしちょっと見てほしいわっていう方は、チャットの方にお寄せいただいたら、あの後でね、ご連絡の方をさせていただきますし、もちろんこの LINE 公式の方にね、登録をしていただいて、そちらの方から、まいちゃんの方があのいつもいつもね、情報を送ってくださるので、そうしたあの情報が届くのとともに、予約なんかもできるようになります。で、今これ、キャンペーンでさらに、 LINE 公式に登録した方はこの薬絵っていうものをプレゼントしますというふうにやってるんですよね。はい、はい、薬絵っていうのは結構みんなあの聞くのが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもなんか薬かっていうぐらいだって波動私たちも波動で周波数で生きているので薬絵っていうのはその波動を浴びれば例えば ね、あのすごい痛いんだけれどもってこの間私はね腰痛があってぎっくり腰があって言った時にまえちゃんがね痛みのっていうことで薬絵を送ってくれたんですけれども、まあ、こういう、えー、丸山さんっていう電磁波のねあの有名な方がいらっしゃいますが、えー、その方のこの薬絵を LINE 公式に登録した方にはプレゼントしますということだそうですのでぜひぜひこちらの方も LINE 公式ねこの 機会に登録していただけたらと思います。はい。では、えっ、ー、とどなたかもしねちょっとご質問がありますよとかっていう方がいらっしゃったら、あのどういう風にやったらいいですかとか何かあったりしますか。大丈夫そうですか。まいちゃんにね最初にまあ、今月の皆さんの運勢っていうこともちょっとお聞きしておりましたが、まいちゃんのカードを覚えてますか。 27番だった今月10月をご機嫌に過ごすにはどうしたらいいですかって今日ねあのご覧になっている方全員に対するメッセージっていうようなことであのカードをね引いていたったんじゃないかなというふうに思うんですけれどもうん。どれだったピンク色のカードだったんですけどうん。エマージェンスだった ?27 番違うあそう。 うん、27番はいえー、っとちょっとじゃあそのカードを、えー、皆さんにね最後お伝えして今月こんな風にするといいですよっていうところをちょっと教えていただけるでしょうか、うん、はいえー、っとですね人間関係今現在つながっている人たちとの人間関係を大事にするっていうことですね新しい人間関係ではなくて今現在つ,あのつながっている人たち えー、近くにいる人たちやり取りをしている人たちとのつながりをしっかりしておくっていうことですね信頼関係を持っておくっていうことですね、はいはい、これが一番あの大事なところになってきます、はいありがとうございます。 落ち込んだりなんかしたりって言った時に周りの人たちにねちょっと当たりたくなってしまうとかっていう風ですけれどもいつもいつもやっぱりね助けていただくのはそういう方たちだと思いますのでなんかあのなかなかごめんなさいって言えないなとかねなかなかちょっと疎遠になってて連絡してないなっていう方とも人間修復ねあのしておくと本当に困ったっていうような時にはやっぱりねあの人間的なつながりによって元気になっていくということなのでえ今回のカードは 人とのつながりを、あの身近な人とのつながりを大切にするというこの10月の、ね、ポイントですということでした。 はい今日はどうもありがとうございました。皆さん、本当にお忙しい時間帯にね、えー、参加いただいてありがとうございました。また、あのこちら、録画の方もね、アップさせていただきますし、そして、こういったね、あのライブを、えー、またやってほしいっていうお声があれば、またあのやらせていただきますのであの、次回をぜひ楽しみにしていてください。今日はは舞ちゃん、どうもあありりががととううごござざいいままししたたありがとうございました。